LS テックドライバー、ロースピンテクノロジーという略でして、低スピンで飛ばしていこうというコンセプトです。それから T9S というのは軽量フェースというのはもちろんなんですけども、ここの大きな違いというのはですね、前作とはミスした時にも、その変な打感が残らない、それから球離れが早いので、非常にその飛んでった感が出てるというので、実際にユーザーさんの声を聞くとですね、 G30、距離ももちろんなんですけど、とにかく振った感じが気持ちいいという声が思った以上に多かったというのが印象的です。さあ、今色が変わりましたね。緑色がなんとなってます。ああ、でも適正スピードじゃない2199、はい、いいですね。いいですよね、はい、そうですね。僕もともとずっとこのノーマルの方を使ってるんですけども、若干本当にスピード量が少しだけ多かったんです。それをシャフトでマッチングさせていろいろ変えたんですが、このLSテックはそれをしなくても、ただヘッドをポンと変えただけで適正なスピンになって、距離もぐんと伸びたので、いやもう本当に驚きだなっていう感じです。はい、まっすぐ来た、一発目で決まった、よかった。これはフィアリーさんのおかげですよね。いいものね。